なんか立ち上がったぞ。ブーとした。おはよう諸君。ホイちゃんのゲハ戦争に終止符を。今日はね、ハックネット、こいつをやっていきたいと思います。どんなゲームかっていうのは今からご覧いただけるとお分かりになるとは思うんですが、ホイちゃんハッカーになりますね。ハッカーですよ。わかります？ハッカーね。コマンドとかをちょっと入力する必要がありますので、ちょっと思い出しながらの操作になるとは思うんですが、今日はね、ゲームの特性上サイレントプレイでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ行くぞ。新たなセッションをこれでいくか。ユーザーネームね。クエイクゼロ、パスワード、パスワード、これでいいんだな。なんか立ち上がったぞ。ブーッとした。何？君はもう死んでいるのか？なんだ？なんか端末が立ち上がったぞ。なるほど、チュートリアルが始まるんだな。よし。今この瞬間も君は危険にさらされている。できるだけ早く知識を身につけてくれ。まずは下のコンティニューボタンを押してチュートリアルを始める。なるほど、チュートリアルでまず訓練できるんだな。よし。おお。ターミナルにコネクト IP と打ち込むか、ネットワークマップ上のノードをクリックすることでハックネットでコンピューターに接続できる。マップ上の緑色の円をクリックして自分のコンピューターに接続します。あ、こいつが自分のコンピューターなんだな。あ、本当だ。クエイクゼロ PC って書いてある。132.52.83.182という、これ IP アドレスか。まあいい。おお、接続しました。その調子だ。システムにアクセスしたら、まずはじめに他にもノードが見つからないかスキャンしてみよう。もし見つかれば使えるコンピューターをマップ上に追加できる。ディスプレイモジュール上のスキャンネットワークというボタンをクリックして、このコンピューターをスキャンしてみよう。なるほど、今から自分のコンピューターをスキャンするのか。こいつか。今のところ君のサーバーでやれることはこれぐらいだ。自分のマシンから切断しよう。どうすんの、ディスコネクトでいいのかな。これでいいんだな。はい。じゃあ今度は外部のコンピューターに接続してみようと。おお、いいね。外部のコンピューターに接続できるんか。心に留めておいてほしいんだが、他人のコンピューターに対して不正にアクセスする行為は合衆国法典第18巻第1030条によって禁止されている。まあ、そりゃそうだろう。だからここから先は自己責任だ。覚悟ができたらネットワークマップ上の青いノードをクリックして外部のコンピューターに接続しよう。なるほど、これはおいちゃんのコンピューターなんだな。で、今ここに新しいコンピューターが見つかったので、こいつに今からアクセスするのか。よし、よかった。接続しました。今起動したこれは仮想マシンのターミナルモジュールだ。
なるほど、まあ訓練だからな、うん、ノードへのアクセスや操作を行うときはこれをメインのインターフェースとして使うことになる。コマンドはモジュールに打ち込んでエンターキーを押せば実行される。コンピューターのセキュリティシステムと開放されたポートはコマンドのプローブまたは NMAP で解析することができる。現在接続しているコンピューターを解析してみよう。なるほど、現在接続しているコンピューターはこいつになるのかな、IP アドレスがこうだからこうだろうな。じゃあプローブか、これでいいのか。おお、プローブコンプリートここに書いてあるな。オープンポーツ80万、これは HTTP だな。それと25番は SMTP、 21番は FTP、 22番は SSH。 あ、この辺は UNIX 系と一緒やな。なるほど、これ全くの UNIX 線か。こっち読むか。ここではアクティブなポートやセキュリティ、そしてコンピューターをポートハックで安全にハッキングするのに必要な開放ポートの数を見ることができる。これか、開放されたポート、つまり外部から侵入できる可能性のあるポートが今この4つあるってことなんだよな、うん、このマシンはアクティブなセキュリティはないし、空いたポートがなくても侵入できるようだ。ほうほうほう、心の準備ができたらポートハックのプログラムを使ってコンピューターをハッキングしよう。ポートハックを実行しようということで、ポートハックをすればいいのか。ポートハック、おめでとう。これで君は外部システムのコントロール権を把握し、その管理者になった。何をやっても構わないが、まずはローカルのノードをスキャンして他のコンピューターを探すといい。コマンドスキャンを使ってみよう。なるほど、あれなんだよな、今こいつを乗っ取ったんだけども、さらにここからノードを探すのにスキャンをするんだな。こういうことか。何も見つかりませんでした。だそうだ、気にしないで先に進もう。さて次はファイルシステムの調査だ。ディレクトリのファイルとフォルダを表示してみよう。LS か、LS じゃなかったっけ、 LS で見えたな。フォルダーがホームログビンシスがあるんだな。コマンドチェンジディレクトリ CD で、バイナリーフォルダーに移動してくれということか。よしよかった、こうか、つったか。おコンフィグテキストがあるな。現在のフォルダーの中身を見るにはコマンド LS を使えばいい。このフォルダ内にプログラムはないみたいだけど、一応コンフィグテキストを確認してみよう。何か重要な情報が含まれているかもしれないからね。なるほど、キャットやったかな。キャットで合ってんだよね。重要でも何でもなかった。本当ね、単なるコンフィグだな。切断する前に痕跡を消そう。コマンド CD を使って一つ上のホルダーに移動してくれ。なるほど、こうだな。ログホルダーに移動、こうか。でここにファイルを削除しろということなんだが、どれを削除、これもう全て削除すればいいのか。じゃあ RM のアスタリスクということか、こうか。おお、消えてるね。OK、エンプティだ。上出来だ。このコンピューターから切断しよう。コマンドもしく、DC もしくはディスコネクトを入力してもうで切断できると。DC でできるのか。便利だね。OK。おめでとう、チュートリアルはこれでおしまい。これで終わりなの？早くない？このチュートリアルプログラムのプロセス ID を見つけ、キルで強制終了させておる。あ、なるほど。プロセスが残ってんだな。コマンド機能をおさらいしたいときはヘルプと打ち込むといい。すべてのコマンドをいつでも確認することができる。なるほど、ヘルプでコマンドの確認ができるんだな。プロセスを確認する、でもこれ、自分のコンピューターのってことかな。プロセスは PS やったかな、あった。
220番か。こいつを消しゃいいのか、切る220、これいいのか。あ、なんかメール来た、メールが来たぞ。ファーストコンタクト、いや私は君のことを知らない、悲しいことだが、これから先知ることもないし、しかし君がこのメールを読んでいるということは、頼れるのは君だけだということだ。今現在私は囚われている。逃げられる見込みも十分な時間もない。君の助けが必要だ。だがその前にまずやってほしいことがある。これは早ければ早いほどいい。ハックネット OS はまだリリースされているされるはずじゃなかった。だから起動してしばらくすると自動追跡プログラムが発動してしまうんだ。これを阻止しなきゃいけない。君のノードに接続して、セキュリティトレーサーエグゼを見つけ、それを削除するんだ。終わったらこのメールに返信してくれ。急げ。ビット。何、自分のノードに接続してセキュリティトレーサーを見つけて、それを削除するのか。分かったぞ。じゃまず自分のノードに接続して、じゃなかったっけ、もう接続してるな。 OKOKOK。 これ自分の IP アドレスだな今な。じゃあまずセキュリティトレーサーを探したいのか。瓶かな、あった、ここだな。これを消したいのか。セキュリティトレーサーいくぜ。 OK 消したぞ。これでいいのか、返信すればいいのか。 OK RM送信、これでいいのか。ツールを集めよう。よし、これでひとまず安全なはずだ。なるほど、さっきのトレーサーエグゼがおじちゃんを追ってくるプログラムやったんだな。うん、単純やけど、まあまあいいや。少なくとも君自身のコンピューターに関してはね、そうだよね。今、おじちゃんのセキュリティのファイルを消したんだから、おじちゃんのコンピューターに関してはこれで追跡されることはないと。うん、で、始める前にいくつか必要なものがある。ポートハックだけじゃ最新のコンピューターをハッキングするのは難しいからね。重要な情報があるコンピューターなんかは特にそうだ。私の友達を調べるところから始めるといい。彼の名はバイパー。バイパー？バイパーって、まあまあいいや。お茶のね、フレンドの身にもいますけど。毒蛇だ。ダサいだろ？あいつは正直、ずば抜けて腕がいいってわけじゃない。でも使えるツールをいつも手元に持っているんだ。彼のコンピューターに忍び込むのはそんなに難しくない。何か役に立つものを探し出す方が手間もかかる。手間かもなってことか。うん、ほとんどのファイル、残されたログやプログラムのセーブファイル、IRC のログとかは無視して構わない。見つけてほしいのは最後にエグゼとついているファイルだ。ファイルはコマンド SCP を使えばダウンロードできる。検討に乗る。終わったら返信してくれ。じゃあこのバイパーの、これ、じゃないね。ここ俺がに、これだな。ここにアクセスしゃいいのな。接続したぞ。じゃあ、ポート。うん。同じく HTTP と SMTP、FTP と SSH が空いてるんだな。空いてるというか、まあ、開放可能なんだな。どういうことか分からんが、少し反応が鈍かったな。じゃあ、行くぞ。ポートハックやったっけ。さあどうなる。パスワードハウンド、 OK 見つけたぞ。さあ中見るぞ。じゃあまずホームを見てみようか。大抵瓶やと思うんだけどね。はい。YouTuber テキストどんなん書いてんのやろ。ちょっと見てやろうか。YouTuber テキスト。
なんかよくわからん、覚え書きかな、まあいい。まあ他に見たい ASDF ってなんか怪しいね。 E メールドラフト、 E メールのドラフトどんなこと書いてあるんだ。ん、お父さんへしばらくメールしなくてごめん、勉強で忙しかったんだ、高校は大変だけど俺なら大丈夫だよ、実はちょっとお願いしたいことがあってメールしたんだ、学校のプロジェクトで新しいソフトが必要なんだ、 FTP バウンスエグゼって言うんだけどすごく便利なんだ、でもものすごく高くて前回の仕送りにも使い切っちゃったんだ、 IT で使うソフトはみんな高価なやつばっかりだね、よかったら2000ドルを俺の銀行口座に振り込んでくれない、そうしてくれると本当に助かるよ、お願いしてる。なんだこいつ、ボンボンか、そういうことか、なるほどね、2000ドルか、横取りできねえかな。まあそういうゲームじゃないか。 ASDF ってなんだろう、 ASDF 入団試験、プロキシサーバー、オーバーロードするのに何か必要なのか、まだまだ調べる必要があるな、なんかプログラムとかあるのか、もっと金が必要だ、あはあはあはあ、これはなんかあれだな、何か企んどるなこいつ。ノート、ノート見よう、どんどん見たくなってきた。覗き見してるみたいな、ついに新しいハッキングのプログラム、ゴーラムが教えてくれたサーバーからトレントでゲットしたんだ、さあなかなかやるやつだな、こいつやべえ、使うのが待ちきれない、や、まずはどう使うのか練習しないとだなと。何のツールを手に入れたんだ君は、ワークって、ワークっていうなんかあれがあるよね、入ってみるか、ワークの中にもあるな、ジャスパールグ、ターゲット、リペートなんとかセブ、まあ、少しずつ見ていくか、こいつは何を企んでるんや、この前話した鍵は手に入れた、ジャスパー報酬の方は、バイパー振り込みで準備はできている、できて、うん、そうだな、ジャスパーはドロップサーバーに半分だけアップロードしといた、振り込みが終われば残り半分もアップロードするよ、了解、今確認している、バイパーいいね、ちゃんと機能している、押しまっていい、送った、受け取った、コールオブソルジャー、コールオブソルジャーが突然人気になるんだ。なんかこのパクリのこのねゲームだよねこれね、誰も予想していなかっただろうね、うん、なるほど、なんてことはないやり取りだけども、何かのやり取りをしているということやな、ターゲットってなんだ、お、何、返品したいんだか、申し訳ありませんがお客様のご都合による返品はお断りしております、JBay 等でお売りになっていはいかがでしょうか、 あんたらが経営するオークションなんて使いたくねえよ、見ると買うを間違えておっしゃったんだけだと言ってるだろう、なんかあれだね、なんかをやり取りしてトラブルかこれは、ですので、ベネットレーター9000をお受け取りいただくか、弊社のオークションサイトをご利用いただくことになりますと。あんたらは間違いを犯した。俺を怒らせたことを後悔させてやる。ご利用ありがとうございました。あ、なんかターゲットってことは、こいつはここにハックしようとしてるんだな。なんとなく見えてきたぞ。それでなんかツール買ったんだな。用意したんだな。で、キャットのこのログを見てみるか。これね、グレイラお前やりやがったな、開発期間18ヶ月と300万ドルかけて携帯の画面を見るだけのゲームなんて作りやがって、クソが、おい落ち着けよ、こいつは大ヒットするって、おお、これはなんかまた違うことなのかな、
なんかやり取りしてるよね。自分がハッカーになっちゃったってことかな、これは。うん、セブ、最後のセブを見てみよう。セブってないこれ。バイバイ、どうだった、悪夢だった、どうして俺ら二人展望台で一晩明かしたんだ、めちゃくちゃロマンチックだったよと。雰囲気もいい感じになってきて、だから前儀をはじちょっとあれが、なんかちょっとこれはなかなかちょっと放送しづらい展開になってきたか、ああそれからなんだ、言えよ早く言えよで、ああ思ったよりも 早かったんだ、その服もまだ脱いでいなかった。はあ、なるほどね、早かったんだ、早くいい、息抜きするんだよと、息ってのがカタカナになってんだよね。なるほどなるほどなるほど、まあまあいいや、こういうことがまあねちょっとありましたよと。このコンピューターの持ち主の普段の様子がねよく見れましたよ。ちょっとログを見るか。あ、これおいちゃんが今見たのが全部残ってるから最後に痕跡を消せないといけないな。まあいい、じゃあちょっとこれは後回しにしよう。じゃあ目的のおそらく瓶ホルダーの中だろう。あったあったあった、こいつだな、こいつを、SCP だったっけ、SSH ハック、OK、これでゲットしたか。こいつ消しておこうか。消してやったわ。よし、じゃあログファイルも消しておくか。よし、こいつで、全てを削除しておこう。痕跡を消さないとな。よし、これで消えたぞ。よし、じゃあおさらばするか。あわよ。じゃあ待て待て、大丈夫だな。よし、さようなら。これでいいのか。変身するぞ。OK と。少女飛行おめでとう。正直言うと君が成功したのかどうか私には知る術がない。まあそうだろうな。でもこれを受け取ったということは少なくとも何か見つけてきたってことだ。そうだよ、役に立つものであることを願うよ。私が昔使っていたサーバーの一つで試してみるといい。バイパーが噂通りのやつなら手に入れてきたプログラムでサーバーをハッキングできるはずだ。気をつけてほしいんだが、基本プログラム以外のプログラムを使うときはこんな感じでポート番号を入力打ち込む必要があると。SSH ハック22ファイル名ポート番号と、侵入者にポート番号を見つけてプログラムを実行してみるといい。ああそうだ、もう知ってるかもしれないがタブキーを押せば、そうだよね、保管されるからね。 SSH を打ち込んでからタブキーを押せばファイル名が自動的に入力されるわけだ。まあそれはまあ、よくあるテクニックやな。ということで今からまあ、それを使ってみろってことか。ここか、こいつか、こいつにアクセスすればいいのか。ポートシステム OK、 SSH がある。うん、でポート開放、あ、そうかそうか、ここでだから開放するのに SSH こうか。よし、緑になったぞ。これで、ポートハックと。どうだ？OK、乗っ取ったか。パスワードが手に入ったな。何もないんだよね。で、これでどうすりゃいいんだったっけな。
あ、まあまあこれでいいのか。これでもうハックしたからいいんだよな。変身、そういうことか。ハックしたからいいんだよ。よし、見返り上出来だ。さあここからちょっと難易度が上がるぞと。実は降りて頼みたいことがあるんだ。ここ最近仕事のやり方がちょっとずさになってきてね、思うにこんな面倒に巻き込まれたのも、こんな文章を書かなくちゃいけなくなったのもそのせいだ。まあともかく要点を言うと、いくつかのコンピューターに私にとって不都合が残っているんだ。いいかい、他のことは忘れてしまってもこれだけは覚えておく、置いてくれ。いい加減な仕事はするな、ログを残すな。もしどこかに残しているんならすぐに削除するんだ。最近の OS はログホルダーに全て記録している。コマンド RM を使ってログを全て削除しろ。絶対に忘れるなよ。それじゃ頑張れ。依頼の詳細が、目標のコンピューターのログホルダーに存在するファイル全て削除せよ。ここが目標のコンピューターか。こいつだな。そんなに難しくことないだろう。こいつにアクセスすればいいんだろ。SSH をまたじゃあハッキングするか。これでポートの開放が完了したな。さあな、そしてポートし、ポートハックだな。はい、これでいいのか。よーし、乗っ取ったぞと。じゃあログホルダーに行くか。おお、いっぱいあるな。いっぱいあるのでこいつは全部消せということやな。オッケー。報酬はもらえるんだろうな。ほら、さあ消えろ。消える前に見てもよかったけどね。 OK、 エンプティーだ。あとはプロセス上がってないね。よし、じゃあさようなら。これでいいのかな。ほいほい、 OK、 OK、 よし。このメール読んでるということは、君はうまくやってくれたんだな。それにまあまあ何か役には立っているはずだと。私は多くを期待しすぎかな。なんだかそんな気がするよ。気づいたんだが、こういうメッセージを全部書けるだけの余裕はどこにも残ってないみたいだ。学んでほしいこと山ほどあるのに、教えてやれるだけの時間がない。だから君にもう一つお願いをしたい。エントロフィーという呼ばれるグループが最近新しいメンバーを募集している。彼らなら君にいろいろと教えられる。君の準備ができたらまた私から連絡しよう。エントロフィーに入団するには、プロキシ、入団？さっきなんか入団試験がどのこと書いとったな。プロキシサーバーを回避する必要がある。君がすでに管理者権限を持っているコンピューターのシェルコマンド、シェルを使って起動処理を使えばプロキシをオーバーロードさせることができるだろう。こう思い乗る。君には感謝してるよ。忘れるとこだった。私の言っていることを難しく感じたときのためにネットワーク教育用のアーカイブサーバーのリンクを添付しておく。いろいろと便利な情報が置いてあるぞ。ということで、まあ、こういうね。おお、なるほど。これがまあ、こういうヒントをくれる情報なんだよね。で、リンクが、ここと、ここと、に行きなさいということなんですよね。はい、まあ、こんな感じでね、いろいろと依頼を受けながらハッキングをしていくゲームでございます。まあ、今日はちょっと時間が来ましたのでこの辺で終了したいと思いますが、次回ね、皆さんの反応が良ければまた続きをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは諸君、また会おう。